閉園後の京都市動物園前に長い行列。それでは皆様お待たせしました。ちょっと早いんですけれども開園したいと思います。この日、障害のある子どもとその家族だけを無料で招待するドリームナイトアットザズーが開かれました。さまざまな障害のある子どもらが周囲に気兼ねすることなくのびのびと動物たちを鑑賞できるとあって、夜の動物園はたくさんの笑顔であふれました。来るのにも苦労が多いので、こういう取り組みがすごくありがたくて、周りの兄弟が我慢させることも多いので、まあそういうのもあってこうやって3人で行くっていうのはすごいいいイベントだなって思いますね。もう特別な1年に1回の楽しみなイベントです。夜は夜の雰囲気でなんか楽しいです、うん、楽しい、はい、ゆっくり入れますね何の動物が好きですか？キリンが好き。ずっと見てんな、うん、楽しく憩いの場であると同時に誰もが好奇心をくすぐられ学びや刺激を得られる動物園。その中でも京都市動物園でしか見られない展示がチンパンジーやゴリラのお勉強です。最後まで数字を正しい順番で押せたら正解って出てきます。はい、6頭いるチンパンジーの中で最も成績がいいのは京都市動物園生まれで現在10歳のニーニ。なんと1から15までの数字を順に指すことができます。チンパンジーの、頭の良さっていうか知性の高さを見てもらうため の展示なんですけども、チンパンジー自身にとってみたら毎日の割とこう変化がない中でのちょっとしたゲームの時間みたいな、そんな意味合いなので、霊長類の知性を調べる比較認知科学研究、動物園ではその知性を実感してもらう展示や飼育動物の知的好奇心を満たすことにもつなげています。京都市動物園でこうした研究に取り組むことになったのは15年前、京都大学と連携協定を結んだことを契機に、国内で初めて大学の研究者が動物園に常駐するようになったからです。京都市動物園は、実は公立の動物園では唯一なんですけれども、独自の研究部門を持っているというのが大きな特徴の一つです。で、それがこの生き物学び研究センターといいます。園長の案内についていくと、こちらが、生き物学び研究センター、の、スタッフがいるところです。センターといっても飼育員や獣医師、それに事務職員がいるワンフロアの一角ですが、2018年、動物園では初めて文部科学省に研究機関として指定されて以降、科学研究費補助金を得てそれぞれが動物園ならではの研究に取り組んでいます。動物園の研究っていうと何かこう動物園の動物を実験動物みたいに扱うようなイメージを持たれる方もいるかもしれないんですけれども、決してそういうことはなくてですね、今ここで働いている、研究者たちはですね、野生動物の保全という動物園の大きな目標のために役立てられるものであったり、あるいは動物園の動物たちの暮らしが良くなるように役立てるものという研究分野になっています。生き物学び研究センターのスタッフの一人、工藤博美さん。以前は東京大学大気海洋研究所に所属しウミガメの研究をしていました。休館日のこの日、工藤さんは動物園で飼育するリクガメの仲間、ホウシャガメを対象に新たな研究をスタートさせました。飼育員と一緒にカメの展示室に入ると、砂を掘り返し草を植えます。もう食べようとしてる。待って。
これは草を入れて隠れ家を作ったり引きちぎるっていう動作を引き出すエンリッチメントなんですが、そういったエンリッチメント の効果がいいのか悪いのかっていうところにつなげていくため のお試し試験的な研究になります。亀の甲羅に心電図を記録する装置を取り付け、緊張やリラックスのタイミングを観察したり、ビデオ撮影し個体ごとの行動分析を行います。予想してた通りやっぱりすぐに反応して嫌とかそういう警戒心はそんなにないのかもしれないなと。動物園だと同じ個体を長期にわたり詳しく調べられ、研究成果を来園者に素早く普及できるのがメリットと話す工藤さん。実はこんな夢があります。今はリクガメを使った研究をしているんですが、動物の心っていうのをいろんな動物で見えるようにしてあげて、彼らが今どんな気持ちをしているのかな、今退屈なのかとか緊張してるとか、そういう音がみんな折り越しにでも見えるような、そういう展示につなげられる研究ができたらいいなって思ってます。